はい、バッティングの話、バッティングの話、まあ、野球のバッティングの話ですけども、で子供の頃ね、子供の頃ね、あんまり野球をしてない子供ね、外であんまり遊ばないし、学校の休み時間でも野球はねあんまりしてないんですね。もちろん用具が準備するのが大変とかねあるし、仲間を集めるのが大変とかもありますから、だから野球って言ってもね、その手打ち野球ですね、あのボールを投げて手で打つんですよ、パーンって。でバットがなくてもボール1個でできるみたいな、うん、あるいは三角ベースみたいな、そういう簡易型のね、やつ、それを手で打つみたいな、あるいはキックベースですね。だから野球に似たようなものはやったことあるんですけども、何度も学校でね。でもバットを振るっていうことがあんまりしてなくて、うん、まあもちろんですね、なんかこうプラスチックのバット、あれを遊びで買ってきて、でふにゃふにゃのボールをね打つみたいな、そういうのはやりましたけど、でもそんなのね、数年間もしないし、まあ1週間ぐらいで飽きちゃうし、ということでね、バッティングをねあんまりやって、本気でやったことはないということなんですね。それでね、バッティング下手なんですよ、実は。たまにソフトボールとかでやりますよね。あれでもね、なんかこう、あんまり飛ばないっていうね。当たんないし飛ばないっていう。まあそういうかっこ悪い感じなんですね。まあボールを投げるのはね、別にできるんだけども、バッティングはちょっと苦手だな、みたいな感じで。で、左バッターボックスっていうんですかね、一塁から遠い方。一塁から遠い方に入って、三塁側のね、バッターボックスに入って、それで振るんだけど、なんかこう当たらないし、当たってもへなって感じで、ボテボテみたいな感じで。で、まあこれセンスがないのか、やり方が違うのか、あとグリップを右を上にするとか下にするとか、いろいろありますよね。うん。で、それは根本的に違うのかとかね。あんま教えてくれる人もいないし。で、まあ知りたいなと思った時にはもうね、そういうスポーツやる感じでもなくなってるとね、だからまあ分からずじまいなんだけども、ある時ですね、友達数人と公園でね、まあ野球の真似事みたいな、うん、そんなしっかりしたもんじゃないけども、ふわふわのゴムボール、それからプラスチックのバット、それを持ってきて、で投げて打つみたいな、まあ、本当に野球の真似事みたいなことをやったんですね。で、そもそも私は野球のバッティングはね苦手で、当たらないし、当たってもあんま飛ばないっていうね、うん。それでどうしようかなと思って、で最初は三塁側のバッターボックス入って、普段と同じようにね、当たらないし、当たっても飛ばないっていうやつをやってたんですね。バッティング下手ですよね。で、友達はね、当たったら結構飛ぶんですよね。だから用具が悪いとかね、ボールが悪いとか、そういうことはなくて、やり方の問題なんですよね。あまりにもね、こうひどいんで、バッターボックス変えてみたんですね。右バッターボックスですかね、その一塁側のね、バッターボックスに入って、普段と逆のバッターボックスで振ってみたんですね。で当たって飛ぶと、もうホームラン級のやつが飛ぶわけ。まあゴムボールなんでね、たかが知れてるんだけども、これこう何球だってすごい飛ぶなみたいな、そういうバットにボールが乗る感じとかねあるし、ゴロにならないんですよ。はい、適当に振って当ててもですね、ちゃんと高く飛ぶと、まあ、ポップフライみたいなのありますけども、そこそこ距離が出るっていうね。だからこれいいなと思って、これ子供の頃知ってたらね、すごいことになってたぞみたいな、そういうこと思うんですけど、でもまあもうね、そういう野球を、遊びでやるような年齢でもないんで、ちょっと惜しいなと思うわけ。それでね、どこが変わったのかっていうとですね、バッティングの
左バッ、三塁側のバッターボックス入ってるときは、右手が上なんですね。で左手が下で。で、振りますよね。で、右手がこう、テニスをフォローするみたいな感じで、行くんだけども、それがね、返っちゃって、右手がね、こう返って下向きになってしまって、バットもなんか、へなみたいな感じになると。それが、感覚としてあるわけね。どうしてもそうなると。それで、一塁側のバッターボックスが入って振るとですね、こうテニスのバックハンドみたいな感じになるわけね。もちろん左手もね、グリップしてますけど、添えてる感じで。で、最後は右手一本になって、フォローするみたいな感じですね。だから、テニスのバックハンド、片手のバックハンドみたいな、両手から片手のバックハンドになるみたいな、そういう感じ。でね、そのバックハンド系のね、振り方、右手一本でね、球を当てていくみたいな、それはね、すごい当たるし、当たったら飛ぶんですね。で、私がね、それ納得いったのはね、テニスもね、少し遊びやったことあるんですけども、私ね、テニスのフォアハンドが苦手なんですね。当たってもヘナヘナっていう感じで、うまく飛ばないっていうね。でも、バックハンドはね、すごいうまいんですよ。はい。当たってちゃんとね、こう、返るし、コントロールもできるし。うん。だから、こうバックハンドのこう感触がすごいいいんで、それと同じなんですよ、バッティングも。フォアハンドがあんま苦手なんだけど、バックハンドが得意って人はね、だから右利きだったら、一塁側のね、バットボックス入って、テニスのバックハンドみたいに、普通に軽くね、バットにボール当てれば、で前にちゃんと飛びますからね。うん。というわけでね、まあ、私のバッティングのね、変化というか、はい、それをね、お伝えしました。